こんなとこでサヨリやってたら食うかなと思ってやってたらなんか食った。なんだろう、サヨリかな。やったわ、サヨリだ、やったわめっちゃ嬉しいサヨリやった超嬉しいいや釣れないと思ってビデオなんか全く撮ってなかったやった、本格的なちょっと投げ釣りタックルでね、誰もいないところでサヨリ来た超嬉しい。うわサヨリいるじゃん。ちょっとコマセばらまいちゃってね、汚いことになってるけど、いました。ということでこっから始めますか。どうも東海釣り三昧です。ちょっと汗かいてるわ。もしかしたらねちょっとねサヨリ釣れるんじゃないかなと思ってね来てみた。誰もいない場所なんですけど、あの両サイドに立ち入り禁止って書いてあるけど、両サイドちょっとね会社の土地で、ここだけちょっとね道路のどん詰まりで、んでなんかサヨリがいそうな場所探してね、誰もやってないところに来てたら来ました。今回使ってるタックルはスカイキャスターの AGS27405 ですけど、 AGS これ外されちゃって LC ガイドに変わってます。投げ釣り用の竿に、16のトーナメントサーフな、もう本当にキス釣りタックルですね。キス釣りタックルに、コマセカゴはねこれちょっとね、この前福さんってね、この前ねサヨリ釣りやった時に使ってたやつを参考に作らせてもらいました。でこれ今もうちょっと、ね、ぶちまけちゃって、袋の上が開いてさ、ぶちまけちゃったんだけど、アミエビとこちらのねマルキューのサヨリパワーってやつを混ぜて作ってあります。仕掛けはね自作で、ホンテロンの 0.85 をハリスにして、モトスボフロロの1.5号で、針はねキスの、これジャストキスじゃなくて、これ多分ね中身はね都針、まあ袖型のねキス針の6号です。これを先端に結んで使ってます。クワセの餌は石5回、あとはキャストして巻くだけ。よっしゃー、2匹目あごめん、やったいるじゃん、いるよサヨリ。本格的な投げ釣りタックルでサヨリ、めちゃくちゃ嬉しい。餌はね石五貝をできるだけまっすぐ地元のね上までちょっと上げる感じで、たらしをね1センチかそこらちょんと、全長で2センチぐらいかなの餌をねちょろんとつけとくだけです。こんな感じで、これねカゴはね僕今完全に閉めちゃってます。カゴ完全に閉めちゃってても割と下からね出てくるんでね、あとはもうスローリトリーブでずっと巻いてるだけ。おお、たたたた、来た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 、やっぱあの潮目だね、潮目のとこで来たわ、手前の。おお、引く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 、よいしょー、危ね、やったー3匹目やったー、もう満足だな、3匹いれば十分だな、お刺身食べれれば十分なので、いやー嬉しい、本当に嬉しい。こんな釣れるとはわからないポイントでなんとなくやってみて釣れるとね本当に嬉しいわいやー嬉しい。1匹釣れれば御の字だったはずが、3匹釣って大満足して終わろうと思ったけどね、やっぱ釣れてるとね投げたくなっちゃうよね。
結構手前だったな、さっきね。潮目がコロコロ変わるわ。さよりやるんだったら左ハンドルの方が楽かもね。ちょっとさすがに投げて巻いて投げて巻いてが多いわ。おお、食った食った食った。あ、バレた。あ、畜生乗らんかった。針先が良くないわ。ちょっと針を変えます。外掛け結びで針を結び直して、ちょっと針先がよろしくなかったね。おお、食った食った食った。着水と同時に食った。遠くでかけると面白いね。外れないかヒヤヒヤするけど。よいしょー、やったー、4匹目。ちっちゃいけど嬉しい。やったー。なんか自分で見つけたポイントっていうのが最高に嬉しいよね。はい、じゃあね、ちゃんと掃除して帰りましょう。だいぶ潮引いた。一気に引いたわ。今日大潮だからね。5匹目ちょっと粘ったんだけど、実は釣れませんでした。パタッと釣れなくなっちゃった。さて、それでは帰りたいと思います。はい、本日のサヨリの釣果はこちら、4匹。たった4匹。前回よりね少なくなったけど、でも大満足だね。あの初場所、しかも自分でやれるかなと思って、釣れる情報全くない場所でやってみて釣れたこの4匹は非常に価値があると思います。僕の中ではね、すげえ嬉しかった。それじゃあね、こちらもうシンプルにお刺身、僕単純に刺身が好きなんだ。サヨリスーパーで買ったらね、そのまま普通に買って、あのお刺身作るぐらい、あのサヨリ好きなので、こちらでね、お刺身で乾杯したいなと思います。でも余るな、どうしようかな、まあ、ちょっとさばきながら考えますか。それではね、サヨリをさばきますか。これ木のね、柄の包丁はね、まあ、まな板もそうだけど、先に濡らしとかないと、まあ、すごい初歩的な話だけど、あの血とかがね染み込むんですよね。先に濡らしといて、もう飽和状態にしといてあげることによって血とかがね染み込みにくくなります。それではさばきますか。一番大きいやつ、これお刺身だね。まず鱗を取ります。まあ僕もサヨリのさばき方なんて知りませんが、もう普通に大名おろしで、じゃ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 、はい、反対側も、じゃ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 、骨が結構きついから、一応あれ、あの簡単にさばける。はい、もう3枚おろし。骨せんべいにもしよっかな。頭はちょっと取っちゃって、骨は骨せんべいにしよっかな。骨せんべい作ろっか、せっかくなら。腹骨を、これ本当はもう水につけない方がいいんだけど、僕内臓ごとさばくので、これね結構指摘されるんだ。だからね、もう流水処理で、よし、腹骨をすいて、まあもうこっからはもう水濡らす必要ないんだけど、まな板変えるのめんどくさいんで。あ、ここにヒレがおる。このさ、腹びれ邪魔だよね。腹びれどうすればいいんだろう、本来は。腹びれだけね、邪魔なんだ。それがあるせいで、皮引くのを失敗する。さよりも手で剥けるかな。ほら、綺麗な身。
で皮は皮でね、これ串に巻いて炙り焼きにしよっか。あれだ、さよりは手で剥ける、手で剥けるパターンだ。皮前もやったっけ、手でピーっていけるね。ちょっとあと天ぷらもやってみよっか。天ぷら、さよりの天ぷらはこの前ね大葉入れちゃったので、普通にキスと同じ背開きで。骨が結構ねきつい。腹膜の黒いやつだけきれいにして天ぷらにしたら美味しそうだね。あとはね、お刺身と、お刺身は切って盛り付けて、天ぷらは揚げて終わりです。せーの、はい、完成しました。盛り付けにちょっとねバリエーションがないけどいつもこの盛り付けだな。さよりのお刺身と、さよりのね皮の炙りに天ぷらと骨せんべいです。完成。よし、飲みましょう飲みましょう飲みましょう。実はねちょっとさよりがね早く終わったので、その後ね、まあサクッとキスって帰ろうと思ったらね、キスが全然釣れなくてすんげー四苦八苦して、でまあなんとか結構ね、まあなんとか、まあ満足いくぐらいは釣れたんだけど、まあちっちゃこっちっちゃして結局夕方まで釣りしてましたまあそれはね次回ということで、今回はねさよりで乾杯させていただこうかなと思います。それではお疲れ様です。乾杯。うん、たまらん。何も食べずにね、いきなりビール一気飲みはね、良くないよって言われるんだけどね、たまらんよね良くないかもしれんけどね、たまらないんだよね。それではいただきます。いやー十分じゃん。もう今日さよりなんか釣れると思わなかったからね、あそこで、あんな場所で、 あんなね、まあいそうな雰囲気はあったんだけど、あんなとこで釣れるなんて僕も一回も聞いたことないし、やってる人見たこともないし、ていうかあんまり行ったことない場所なんだけど、まあ、よかったです釣れて。それではね、天ぷらからいただこうかな。さよりの天ぷらです。すごいちっちゃくなっちゃった。塩はねあらかじめ振ってあります。いただきます。あ、結構身がしっかりしてるんだね。うん、美味しい。大葉でね、この前包んじゃって、大葉と梅でね、その風味が結構強かったけど、さよりすごいね、あの風味が。癖と言われたら癖なのかもしれないけど、うまい。うん、美味しいわ、さより。塩焼きとかさ、煮付けもやってみたいなと思うんだけど、ちょっとそこまでね、釣れてないね。また今度ということで、ちょっとさよりね全く釣り方が分かんなかったんだけど、ちょっとずつ分かってきたんでね、今度からちょっとさよりもねやれるときはやっていこうかなと思います。釣れる時間が短いんだよね。釣れるときはパタパタパタって釣れるけど、釣れなくなるとピタッていなくなっちゃう。あ、骨せんべい、まあただの骨せんべいで、今回はね、シンプルに塩味にしてみました。形がちょっとかっこいいね、シュピーンいただきます。おう、サクサク。うん、おいしい。やっぱね、骨もね、風味が一匹一匹っていうか、その魚種ごとにね、骨せんべいも味が違うね。そしてね、皮の炙りです。
皮を串にくる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 巻いて、ちょっとねきつめに強めに炙ってあります。いただきます。うん、これもまた美味しいんだ。塩振ってね、塩振って炙ってあります。これなんかサヨリをよく見るけど、サヨリ以外のね魚、皮引いた後でもね、これ何でもできると思いますけどね。お腹の足しになるわけじゃないけど、あの味を楽しむ。ああ最高だ。うん、美味しい。はい、次はお刺身です。非常に綺麗だよね、サヨリのお刺身。ちょっとわさびもつけずに、いただきます。お寿司もいいな。サヨリ美味しい。ごちそうさまでした。大満足、最高でした。それでは今回はね、本格的な投げ釣りタックルでの、サヨリの投げ釣り調校でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。